初球は外をしっかり見極めました。またライトスタンド松中の横断幕が掲げられています。そしてそのライトスタンドからの声援を背中に受けています。松中が変化球でストライクを取ってきました。岩崎投手よりは球数は少ないんですが、岸投手も7回まで来ました。何か変わりは見られますか？いや、特にはないですね。まあ、今みたいな緩いカーブ、これをやはり上手に使ってバッターのタイミングをですね、まあ、緩急という上で取らせてません。その好投が続く岸から、さあこれは取られたか、大きいぞ大きいぞ、松中の当たりは入ったが大歓声渦巻く中、今ホームイン3対0。連敗ストップへ4番に起用された松中がこれ以上はない形で応えました。渡辺さん、変化球、まあ、これはカーブなんですけどね、はい、非常に引きつけてしっかりためができましたね。まあ、ちょっとライオンズのバッテリーとしてもね、2球続けることは良かったんですけど、2球目が甘く入りましたからね、まあ、松永としてはある意味的を絞っていたところに、甘えたところに来ましたからね、そうですね、まあ、しっかり捉えることができて良かったですね。はい、